チャールズ P サッカーはコンピュータハードウェアの開発エンジニア。通称はチャックサッカー。アルトと呼ばれるワークステーションを共同開発した。1943年2月26日、カリフォルニア州パサデナで生まれる。1967年、カリフォルニア大学バークレー校で物理学の学士号を取得。1968年、 同大学のプロジェクトジニーに参加。これは SDS-940 上の先駆的オペレーティングシステムバークリータイムシェーリングシステムの開発プロジェクトだった。その後バトラー・ランプソンらと共に大学を離れバークリーコンピューター・コーポレーションを創業。そこでサッカーはプロセッサーやメモリシステムを設計した。同社は商業的には成功せずその主要技術者らが ゼロックスのパロアルト研究所で、コンピュータシステム研究所を創設することになった。1973年、サッカーはアラン・ケイ、ボブ・テイラー、バトラー・ランプソンと共に、現在のパーソナルコンピュータの原型とも言える、ワークステーション・アルトをゼロックスのパロアルト研究所において開発した。アラン・ケイが構想を立て、サッカーがハードウェアを設計し、ランプソンが OS を書き、 テイラーがプロジェクトを率いた。K はコンピュータのハードウェア、GUI に関して優れた構想を持っており、テイラーは指導力に優れていた。パークの他のメンバーには、レーザープリンターを開発したゲイリー・スタックウェザーや、世界初の GUI ベースのワードプロセッサー、ソフトウェアを発明したチャールズ・シモニーもいた。サッカーはイーサネット開発にも関わり、 レーザープリンターの開発にも貢献している。1983年、デジタル・イクイップメント・コーポレーションのシステム研究センター創設に関わった。1997年、マイクロソフトリサーチに移り、イングランドのケンブリッジでの研究所創設に関わった。アメリカに戻ると、パークでの暫定、ダイナブックの経験を活かし、タブレット PC の開発に関与した。 中立飛行科大学から名誉博士号を授与されている。また、マイクロソフトのテクニカルフェローである。ありがとうございます。